時置いちゃってるんですけど、あのこういうのはなるべく取って、なるべくここをスリムにやっていった方がいいのかなと。これあるとやっぱここまで太いのあると一気に取っちゃうので、早めに取りたいなと思いつつも、もう置けないので、取れないので、これはそのまま。で、この富士なんですけれども、だいぶ落ち着いてきている感じはするんですが、見ると、鳴らせる位置が、理想の鳴らせる位置がほとんどなくて、収穫の頃は日もよく当たるし、日もよく入るんですが、見た目は非常に良さそうなんですけど、実際食べたり、収穫してよく見ると、いまいち。他の木のうちの富士と比べるととてもいまいちで、収穫までは良さそうなんですが、取ってみるといまいちという感じ。なかなかこの枝に対しての鳴らせる枝が作りづらい。この火星芯はいくつか設けられればいいんですが、ダイレクトになる、やっぱりこういうところはまだ多いので、やっぱこれはいいのはならない。なるべくこの火星芯をいっぱい入れたいなと思うんですが、なかなかうまく剪定ができないので、足りないです。で、側枝も、ここまで来るとやっぱりちょっと2メーター、これ2メーターで、1.8 で、ちょっと狭いので、もうちょっと、しかも丸刃ついてるので、広くやればよかったなと、なんか抜くのももったいないし、どうしようかなと、と思いつつ、ずっと惰性のまま、今、これやってます。ただ感じは楽だし、発音も非常に楽なのでいいんですけど、あとはもう、課題がついたような、理想の着火位置が増えてくればいいかな。だからそうするにはまだまだ、もうちょっと時間かかることかなと思います。収量としては約4トンからちょっと取れてるんでいいんですけど、じゃあ使えるものはどれぐらいあるんだというときに、使えるものがうちの中じゃ、統計の中では少ないと。量は取れてるけど、なので、自分の、感覚として早期多収より、そのうち多収で思ってやってるので、まあそのうち量取れればいい、いいの取れればいいかなと、ちょっとのんきにやってます。この後ちょっと上行くんですけど、何かここまでで。